はい、おはようございます。のりまるです。先ほどダーダーと動画を撮って喋っていたんですけれども、消えてしまったので、テイク2になります。気合い入れて、撮り直していきます。2018年5月の14日、週明けの月曜日ですね。今時刻は5時42分になったところです。今日はね、ひとまずこのビットコインドルのチャートから、思考を変えてね、お伝えしようと思います。よろしくお願いします。ビットコインドル。これね、底値圏の動きで一度こう、あれこれとお伝えしていたところなんですけども、4時間足ですね。はい。この辺りで、底値圏の動きをしてから、急上昇していったっていうチャートですよね。それ前の流れで、これ。はい。コインチェックっていうね、取引所から、580億円だったかな。未曾有のハッキング事件が起きて、それを受けて、こう、だらだらだらと下落をしていったチャートなんですけれども、この辺りでね、底値圏に動きをして、こういうね、戻りた、投資安値、かなり重要なラインから反発をして、上昇していったんだけども、このね、以前ダブルトップを作って落ちてきたチャート、この下落に対しての60.8%、ここで、ね、ずっと注目していたところですよね。で、そこに、ダブルトップを作って接近してきて、そこから今売られてきてるっていう流れになってます。で、今このチャートを見ると、この状況から、ぐーんとね、こういう、最高値を目指していくようなチャートになるっていうのは、極めて厳しいっていう状況で、仮に、ここからね、一旦買われたとしても、再度ね、こういう高値圏からは売られやすい流れにはなってきてるのかなと。これはチャートの流れ、手取り感ですよね。で、この先、こういうね、ここの、上昇、トレンド転換をして、一旦こう上昇してきた、その最後の押し安値ですね。値段で言うと7700ドルぐらいかな。そういった位置。で、どうこうするのかなっていうところを今現状を見てるっていう状況だと思います。で、今の流れ、上位足の流れで見ると、売られやすい展開になるので、上がってきたら、上級戦略を持っていくと、なかなかいいね、戦いができるんじゃないのかなというところですね。例えばインターネット等、SNS 等では、仮想通貨はね、この辺りでそこを売って、あとはね、上昇していくだけだみたいなね、なんとか取引所に、なんとか通貨が上場したので、爆上げ間違いなしみたいなね。 そういったニュースよく流れてると思うんですけども、今この流れからすると、この、ビットコインという通貨に、仮想通貨に関しては、なかなか上げていくのは厳しそうだなと思いますね。 で、この、今回のこの強い陰線、冷やしでこれだけ下落をしているという状況ですけども、これはね、過去にあったマウントボックスという事件でね、これも大量のビットコインが流出した事件ですけども、その時に残っていた、ビットコインを売却したっていう、そういった背景もあるらしいんですよね。で、さまざまな要因が重なって、下落したっていう、いろんなニュースがあるわけですけども、単純にこのチャート法という流れからすると、売られやすいっていう流れ、極めてシンプルにね、考えると、ここから売られてきた、今のこの天井圏から売られてきた流れからの60.8%。これが、戻り売りを考えていく人たちの、高値いっぱいのラインですよね。で、これ以上上がってくると、今度はね、その流れが大きく変わってくる可能性も、出てくるっていう、水準で、何が起こっているかというと、この上にはね、大量の売りが控えているっていうことですよね。逆に言うと、その水準を上回ってくると、ここで、売りの待ち構えた人の損切りを巻き込んで上昇していくってことになるので、次、こういったね、高値いっぱい、値段で言うと、1万1500ドルぐらいかな、そういった位置まで上昇する可能性はあるでしょうけども、今はね、ここに 1万ドル手前ですよね。ここに大きな壁がいるので、これを超えるのはかなり厳しいっていう状況ですよね。で、この流れっていうのが、今後どうなっていくのかというと、
下がってきた後に、おそらくトレンド転換をしていった、こういったラインですね、7000ドル付近、7500ドル、7700ドル付近。というところから、再度ね、下から買っていった、セコレ圏と見て買っていった人たちのおしめ買いが入ってくると思うので、もう一回こう上がっていくと。で、上がっていった先は、ここからのね、売りの流れっていうのは、どうしても色っぽく出てくるので、こういう流れになってくるのかなという、漠然とした印象を持ってます。まあ、持ち合い、というか、ね、この動きですよね。で、最後その中、その流れの中で、こういう持ち合いを、まあ、どちらに向けるかというところを見ていく、そういう相場になるのかなというところだと思います。なのでね、ここからまあ上昇していく目線がまあ消えたわけではないんですけども、高い位置まで来ると売られやすいっていう事実は、このチャートからは読み取れるのかなと。まあ、可能性としては、高い位置まで来ると売られやすいっていう可能性が高いってことですね。うん、ただし、このビットコインっていうのは、今の高値水準、9600ドルぐらい。で、例えば目指すべきポイントとして、この押し安値ですね。7600ドルぐらい。ここまでまあ2000ドル近く、値幅があるわけで、ね。まあ、値段で、日本円で言うと20万円ぐらいですよね。まあ、いっぱいまでいかなくても、まあ、この間だけだとしても、10万円程度の値幅があると。これ、為替レートでは考えられない大きなボラティリティなんですよね。なので、未だに、こう、FX、仮想通貨の FX だったり、というのはすごく人気がある商品で、まだまだやってる方がたくさんいて、まあ、利益を上げてる方もたくさんいらっしゃるんですよね。なので、ちょっとそういった、まあ、リスク管理が行われて、まあ、資金管理ができるということであれば、まあ、非常に、儲けやすいチャート、利益を出しやすいチャートにはなっているのかなと。以前のね、こういう2017年作った急上昇、いろんな後押しがあって、もう上がるしかないみたいなね、そういったチャートを作っていたんだけども、それがね、落ち着いてきて、このあたりからは、こうある意味まともなチャートを作っているというか、まともなこう、チャートの心理を反映したようなチャートになってきているので、逆にこう攻めやすい場面にはなってきているのかなというふうには思います。まあ、攻めやすいチャートって何かというと、結局テクニカルで動いてるってことですよね。うん。これはまあいろんな見方があるので、まあテクニカルを否定するような方もいらっしゃいますけども、だから今言える状況っていうのは、上がってきたら売られやすいっていう状況にはあるのかなと。余計なニュースは全て排除してね、まあシンプルに考えると、まあそういった状況は見えてくると思います。これは繰り返しですけども、まあ攻めやすいチャートでもあると思うので、しっかりとそのチャートの仕組みっていうのを理解してね、うまく戦略を立てていくといいんじゃないのかと、いうふうには思います。はい、簡単ですけどね、ビットコインのチャート関数でした。はい。で、次、ドル円ですね。はい。まあね、ずっと同じことを繰り返しお伝えしているので、まあ、詳しくは割愛しようと思います。この110円というところ、まあ、かなり売られやすい水準にはいるというところですね。上下足の流れ、週足レベル、日足レベルでいうと、まあ、かなり売られやすい水準にいると。で、先週末に110円というところにアタックしに行ったんだけども、それがかなわず、上髭つけた陰線で終わっていると。で、まあ、日足レベルでこうダブルトップを作っているという状況ですよね。で、自分はそれを見てね、このあたり、ネックライン、1時間足、30パー足レベルのこういう波に対しての音語りも一回うねってるしたんですよね。うん。ただ今現状は下からの切り上げっていうところと、上からの、そのダブルトップからの売りっていうところが、ちょっと攻防していて、ここでまあ持ち合いを作ってるっていう状況ですよね。で、値段としてはこの 109.3 円っていうね、このレンジを作っていた先々週ぐらいかな。5月の4日ぐらいから作っていた、その横の動きのレンジ付近に今いると。で、この下にね、109円っていう切り板があるんだけども、やはりここが意識されている状況っていうのと、この切り上げラインが意識している状況、意識されている状況っていうので、なかなかこの下っていうのに、まあ、到達できない状況になっているんですよね。で、チャートの形からすると、仮にこの109円を下抜ける、
この日足4時間足踏みの切り上げ、トレンドラインを下抜けるとすると、一回こう上昇したうちに下げていくっていう流れの方がやはり想定しやすいので、ダブルトップを作った後に、こう、一回上昇した後に、その高値、挑戦できずっていう流れになると、あ、この今の流れっていうのは、もう買う力はないんだなっていうのを、こういうところで、まあ、みんなが感じてるわけですよね。もちろん、ここまで上がってくるかどうかわからないし、この辺かもしれませんし、この辺かもしれませんけども、今のここの、まあ、持ち合いですよね。週末に向けてこういうふうに持ち合いになってきた。まあ、その流れから、一旦上昇して、こう売られるっていう形が、今現状としては、すごく自然な流れで、狙いやすい流れになってきてるのかなというふうには思います。で、まあ、そこで、まあ、当たりをつけるとすると、この下落に対してのね、この下落に対しての 60.8%、109.7円とかね、20%ライン、109.58とか、そういったもの。それが大体ね、この、天井圏のネックラインですよね。まあ、引いているところは109.63あたりですけども、このあたりの水準っていうのが、まあ、上がってきたときに売られやすい状況にはなってくると思うので、週明け、これもね、まあ、下がっていってしまう可能性ももちろんありますけども、仮にこの持ち合いを上に抜けてくるようなことになったりすると、まあ、こういったところからは、まあ、売りのチャンスになってくるのかなと。逆にね、下に行ったりすると、いきなりこの109円っていうところで下抜けるのは、まあ、かなり厳しいと思うので、一旦、下からは、上昇していく流れが自然かなと思ってますね。ただこの上昇も上がってくると、やはり売られやすいと思うので、最終的には、まあ、今現状としてはこういう流れになるのが、まあ、自然な流れだと思います。まあ、この下にあるの今重要ライン、109円付近ですよね。ここで、まあ、これだけ底を作ってきた事実があるので、ここからは反発しやすい。これも一つ事実ですよね。反発しやすいんですけども、サポートとかレジスタンス、今が110円というラインと、下にあるのが大体109円というところですね。こういったライン、まあ、いずれは抜けてくる運命にあるわけで、今現状として、まあ、どちらに抜けやすいのかなとすると、まあ、下には抜けやすいという状況にはあるのかなと。ただ下に抜けやすいといっても、まあ、日足、週足でね、まあ、これだけ強く買われている流れがあるので、もちろんね、上に、最終的にこう上に行くっていう可能性も全然否定できないですし、逆に今現状からズドーンと下がってね、100円を目指していくような展開になるとはちょっと思えないですし、その細かい流れはね、まだこの先っていうところになると思うんですけども、まあ、デイトレードを、ね、狙っていくにあたっては、仮にこう戻り売りが入っていったとすると、この、現在のレンジ加減ですよね。109点、108.9円。で、ここを割り込んできたとすると、これ108.5円とか。まあ、さらにもう一段階下がっていったとすると、ここの上昇、以前の底値から上抜けていった、この急上昇を作った部分からの、まあ、波に対して、60.8%ラインだとすると108円とかね。そういったところまでの下落っていうのが、まあ、一つ想定できる流れかなと。いったものだと思います。これはね、まあ、波の性質上というか、まあ、強い部分を突破していくときには、一度沈み込んでからね、ぐんと、もう膝を曲げてからジャンプするっていう例えられると思うんですけども、そういった流れをする方が自然な流れなので、もちろんね、下に抜けたとしても、一回上がってから下がっていく、まあ、そういった流れが自然な流れなので、まあ、チャートの性質を、まあ、利用して、目線を上に持っていたとしても、引きやすい力を買っていく。目線を逆か。仮にこう下を割り込んでいったとしても、一度こう上昇してから売られるっていうものを見ていくと、いいエントリーにはつながるんじゃないかというふうに思います。今、まあ、自分の、まあ、想定しているプランとしては、日足4時間足レベルのトレンドを、まあ、下にね、抜けてくるようなイメージを持っているので、
一回こう戻してからの売り、まあ、こういったイメージを持って、チャート見ていこうかなというふうに思います。先週からのポジションがね、まだあるのでね、まあ、それをまあどこで決済するのか。まあ、縦ね、まだ上昇してきたら一回決済するかもしれないですし、そのあたりはね、このあたりの値動きを見て判断しようと思います。今現状は、この持ち合いの中にいるっていう状況と、週足レベルでね、ダブルトップ、4時間足レベルでこう天井の形を作ってきて、そこからまあ今ちょっと強く売られてきてるっていう状況。まあ、それを踏まえると、まあ、売られやすい流れにはなるかなっていうのが、まあ、週明け月曜日、この後の戦略としては一番立てやすいプランかなというふうには思います。はい。もう一つですね、ユーロドル。で、こちらはズドーンと売られてきた流れ。これはね、もう一旦収束してきたっていうところですよね。まあ、詳しくはね、もう繰り返しお伝えしたので、省きますけれども、この急上昇を作ったこの押し目、1.13、1.193っていうところ。ここに、まあ、現状、今、水準してる、値段で推移していると。4時間シンプルにね、ずっとこれ、下落してきたっていう、まあ、綺麗な下降トレンドなんですよね。なので、まあ、上がってきたら売られる、上がってきたら売られると、上がってきたら売られるっていうことを繰り返してきたんだけども、それがここで、まあ、崩れたと。で、上がってきたら売られるっていう流れが、まあ、一旦崩れてきたので、じゃあ、今度はどうしようかっていう考えとすると、下がってきたら買っていけそうな流れに、まあ、やっとなってきたのかなというところですよね。で、まあ、この急激な下落を作った流れに対しての、まあ、戻りを作ったとすると、例えば1.21っていうふうに上がったのあたり50%ボーナスですね。仮に60.8%付近、以前のこのレンジライン、この位置、日足レベルのネックラインですね。こういったところに戻ってきたとすると、1.22。今のチャートからすると、まあ、こういった部分がね、上昇していく可能性が、まあ、出てきた流れなのかなというところですね。で、4時間足レベルで、この戻り高値をこう一旦超えてきたと。急上昇していって超えてきたと。ただね、上髭つけてこう強く戻されているっていうところを見ると、まだね、はっきりと、まあ、目線を上に取っていくというか、あ、そういった場面ではないわけですけども、それ以降の時間足ですよね。まあ、1時間足だったり30分足だったり。そういった流れでは、まあ、明らかにね、まあ、トレンド転換して、まあ、目線が上に変わっているっていう状況ですよね。で、これが1時間足の、まあ、ネックライン。1.188付近。こういったところで底値の動きを作って、急激なこう乱高下をしたんだけども、ここでサポートされて上がってと。で、さらにこの1.19っていうところで、ね、締め買いが入って、ぐっと、この4時間足の戻り高値、1.193付近ですね。こういったところを上抜けてきたっていう流れですよね。なので、よいしょ。今、ここの状況を、まあ、どうするのかっていう考え方をすると、こういうトレンドができてきている状況なので、下がってきたら、買っていけるような状況っていうのが、今、出てきたかなというところだと思います。ちょうどね、今6時で、チャートが売り出したっていう感じですね。で、今こうね、じわじわじわとこの締めを作っている状況なので、下がってきたら、買っていけそうな場面。で、その、まあ、目安のラインとしては、この1.19っていうところ、ここですよね。この4時間足の戻り高値を上抜けていった、この足の押し目。こういった水準を下抜けなければ、このチャートは、まあ、上向いていきそうな流れになってきているので、まあ、そういった部分をね、狙っていけるかなというふうに思います。今、下間をつけて動き出しましたけども、例えばこの1.193、こういうところですね。まあ、そういったところで、まあ、値が止まってくれれば、そこからの押し目買いっていうのは十分狙っていけると思いますし、ひとまずはまあ上を向いてね、日足レベルでは、強烈に売られている中ですけども、4時間足レベルで、一旦こう、それが終焉を迎えたと。まあ、そこから戻っていくような流れにはなりやすいチャートにはなっていると。まあ、それを踏まえて、こういった波に対してのね、例えば60.8%、1.192ぐらいですかね。で、深い押し目が入ったとしても、1.19。
このあたり。で、まあ、最後、押し目だったとしても、これはちょうど50%ラインですね。1.1939。こういったところからの押し目買いっていうのは、まあ、十分狙っていけるんじゃないのかというふうには、思います。ひとまずはね、この押し目、まあ、どこで止まるかっていうところを、まあ、注目していきたいところですけども、まあ、週明けの流れとしては、一旦ね、その急激な下落っていうところが、一旦終焉を迎えて、短期足レベルで、まあ、デイトレードレベルでもう締め上げを狙っていけそうな流れにはなってきたかなというところだとは思います。はい、もう一回、これ止めるんですね。よいしょ。お、なんか画面が崩れてる。まあ、いろんなニュースがあって、まあ、北朝鮮がね、友好関係を醸し出してきたというか、核開発を中止して、これからはね、まあ、和平路線で行きますとかね、南北首脳会談で、かなり前向きなね、発言が出てきて、世界がこういい方向に回り出すと、そういったいいニュースが取り沙汰されているはいるんですけれども、ただ一方でね、中東ではかなりきな臭い動きになっていて、どこら辺がミサイルを飛ばしたとかね、まあ、中東の動きっていうのは、結局イコール裏ではね、アメリカとロシアとの対立の、まあ、代理戦争のような形になってたりとか、北朝鮮問題が解決したとしても、他にはね、いろんな問題、世界にはいろんな問題があるってね、そういった余計なニュースに惑わされることなく、今あるチャートの動きってところを見ていくと、もういい動き、いいエントリーにはつながるんじゃないのかというふうには思います。そのところですかね。ちょっとね、朝には、冒頭に、まあ、ビットコインの、ね、動きとお伝えしていきましたけれども、まあ、ビットコインといえど、まあ、この、ね、普通の為替に、いえど、まあ、チャートの動きっていうのは同じことが言えて、このチャート観察ですよね、まあ、環境認識って言われるものですけれども、まあ、これを、ね、行っていくと、いいエントリーにつながっていくと思うので、まあ、日々の、ね、まあ、忙しい中だと思うんですけれども、まあ、5分でも10分でもね、こういったチャートを見る時間っていうのを作って、今、どういった流れをしていくのか、しているのか、それをもとに、今後、どういった流れにしていくのかっていうところを、まあ、推測、予想していくことが、いいエントリーにつながるんじゃないのかというふうには思います。はい、それではね、今朝のチャート観察、これで終わろうと思います。はい、今週も張り切ってみましょう。